こっちだとこれなんですね。でこれ猫開けちゃうんですよ。これだと体重かけて背伸びしてガシャーンって開けて出ちゃうっていうのが分かったので中入ってくださいね。中側内側だけこうなって、これだったらそうです。これネジ僕外してでこのレバーだけ本当は横向きなんですけど縦に向けて付け替えたんですよ。これだと猫こう押せないので、でも人間は押せるじゃないですか。あ、開けれるっていう。それでこの部屋を猫とシェアしてます。ワンちゃん、猫ちゃんと仲良く暮らすための30分番組、猫ワン。猫ワンはご覧のスポンサーの提供でお送りします。日本ケアドッグ協会はナチュラルケアドッグアカデミーとして新しく生まれ変わりました。幼稚園やしつけ教室ではプロのトレーナーが愛犬に合わせたトレーニング方法をご提案。新たな取り組みとしてハーブやアロマなど自然を取り入れたサービスやワークショップにも力を入れていきます。ワンちゃんも人も自然体でいられる楽しいドッグライフを過ごせるようお手伝いします。ナチュラルケアドッグアカデミー。中入ってくださいね。中側内側だけこうなって、これだったらそうです。これネジ僕外してでこのレバーだけ本当は横向きなんですけど縦に向けて付け替えたんですよ。これだと猫こう押せないので、でも人間は押せるじゃないですか。あ、開けれるっていう。それでこの部屋を猫とシェアしてます。キラン。キラン。今日は松山市に住む佐川たけしさん、ゆかさんのお宅を訪問。猫2匹と部屋をシェアしているという感覚で住んでいるお二人に、猫たちと快適に暮らす工夫を教えてもらいます。これゴム紐ですかね。ゴム紐ですね。もう100均で売ってるよ。はいはい、そんな感じです。適当な長さで毎日こうやって。毎日遊んでるんですか。毎日遊んでます。毎日運動不足にならないように。運動不足になると良くないんですか。じゃないんですか、わかんないですすごい走りますね、はい、元気になりました。なりました。なりました。最初全然動かない子だったんですけど、はあ、おもちゃで遊ぶようになったら、はあ、元気になった。へえ。機敏になりました。へえ。そう、トレーニングだと思って。なるほど。何分ぐらい遊んでるんですか。短かったら5分と。5分で、うん、5分から10分ぐらいですね。で十分です。もうそしたら興味なくなるんで。なるほど。興味がそれてきて、あ、もうこれ日によって違います。あの、興味がない時も、今日は遊びたくないわよの時もあるね。リリね。毎日毎日毎日。この子は今すごい全然反応してないけど、こいつがだいたい夜の9時から10時の間になったらそわそわし始めて、こういつもおもちゃが置いてある場所があるんですよ。そっちを指してにゃーにゃーってそっち向いて泣き始めたら、あ、遊べってことやなって。あ、おもちゃっていうのはこう、これです。これですか。これですこれです。この枝です。枝枝ですか。枝にゴム紐です。じゃあもうそう総額100円もかかってないよね。かかってないですね。これは健康の秘訣。これは健康の秘訣です。なるほど。走ったり飛びついたり何あの今の手何お前。ちょっと遊んでや。遊ぶじゃんいつもやったらさ。人前では遊ばないんだよよその人がいると嫌なんで。じゃあその立てかけてあるこれはあ、これ、はい、これこれはあのベッドのマットレスですこれも何か。これはあの寝室が寝室兼猫部屋
唯一扉が閉まる部屋なので、うん、出かける時とかは毎回あのベッドのマットレスとすのこを片付けて猫たちに寝室に入ってもらう。だから、ね、僕たちが寝てる部屋がそのまま猫の部屋なんです。ということで案内してもらうことに。おお、子供部屋みたい。でしょ、子供部屋みたいですよね。本当、おお、猫部屋だ。はい、猫部屋です、犬や猫、フェレット、ウサギ、ハムスター、小鳥など心配事は何でもご相談ください。一緒に解決していきましょう。一色動物病院。松山市上高野町のタンポポペットクリニックです。タンポポペットクリニックでは往診にも力を入れております。ワンちゃん、猫ちゃんを病院に連れて行くのが大変な時は私が往診します。お気軽にお電話ください。寝室兼猫部屋を紹介してください。この猫部屋のポイントは？ポイントはですね、はい、いろいろあるんですけど、ね、まああの2匹分とは思えないこのトイレの量。何個あるんですか？1、2、3、4、4つ。4つ設置ですね。しかもなんかいろいろですね。そうですね、この形に収まるまでに紆余曲折がありまして、はい、はい、最初はこの今新聞が敷いてあるこれが、うん、このドーム型の、はい、トイレセットですよね、上と下で。はい、本当は1セット。今はこれあの隠れ家みたいな、あの毛布があって、ここはあのリリのお気に入りの場所みたいな感じでこう寝れる場所になってるんですけど。これトイレじゃないんですね。そう、今は違います。でもこれもともとトイレ で、はい、でこれくっつけたそのドーム型のものをここに置いて、はい、でそこにあの木のチップみたいな。システムトイレ。システムトイレだったんです。はい。もともとは。これは上と下で新聞。あ、さらにそうですね、ペットシーツペットシーツをやって。どういうことですか？最初はペットシーツだけやってて、ペットシーツと上チップで、うん、トイレをしたらもうその分を片付けてみたいなことをずっと繰り返してたんです。だからもう1日下手したら何回も何回も変えないといけなかったりとかみたいなことになってたんですけど、うんうん、まあそのトイレ変えるのもしょっちゅうだと大変だねっていうような話をしたりとか、まあ、ちょっと経済的なこととかもあって、であのご指導いただいて新聞紙の形に一対一なんか変わるんですね。まあ、もうこの子がなんかそのトイレを、まあ、違うところでしてしまうっていうのが、まあ、なんかトイレにちょっと気に入ってない可能性があるっていう記事を読んだりとかしたので、まずシステムトイレから新聞紙に変えてみて、まあ、これも良かったんですけどこれもこれでまたなんか何空を書く、トイレした後に。それもなんかトイレにあんまり不満がなんか満足いってないサインっていう風な記事を読んだので、ああ、じゃあ衣装ケースが余ってたので衣装ケースに砂を入れてみようと思って、また砂を入れてみて、したら今一番お気に入りなのが2人とも結構砂、十分に掘れる深さがある方がいいっていう風に書かれてたんで、なるべく深めに砂を入れてます。衣装ケースの中の砂もいろいろ変えたりとかしてたんですよ。これもチップの形のやつもあれば、もっと細かいあの砂のやつもあれば、少し粗い目のものもあればみたいな。でいろいろ試してみて、どうもこれが一番猫たちも快適にできるし、こちらの、掃除をするのもちょっとこれ砂が固まってくれるんですね。でそういうのがあってやりやすいし、あと匂いの問題ですね。この部屋猫部屋兼寝室なので、
匂いもやっぱり抑えたいというのもあって、いろ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 試した結果今この形に落ち着いているって。今すごいドヤ顔でした。ありがとうございます。やっとトイレ探しの旅、まあまだでもまだまだ続くかもしれませんが、まあ彼女は今ゲージの中で落ち着いてますけれども、ここにケージを置いて、キャリーですね、置いてると何か意味があるんですか？なんていうの、震災とかなんかそういう災害があった時に、キャリーに入ってもらわないといけないんですけれど、そのキャリーに普段から慣れてもらうためにこの猫部屋に置きたかったんです私が。でちょうどスペースが空いたのでちょうどあそこに入れました。散歩の時はリードを外さないようにしましょう。伸びるリードも犬嫌いの人にとっては恐怖です。糞は持ち帰り、尿もペットシーツで吸い取ったり水を流したりして人に迷惑をかけないようにしましょう。松山市東のディスカウントドラッグコスモス東野店斜め前村上犬猫病院は猫ワンを応援しています。ハンディを持つお子様へ、テローグループで IT を学びませんか？建築家になってなれるかも。夢を広げるペローグループ。もしワンちゃんや猫ちゃんがいなくなったらすぐに市や町の役場、愛媛県動物愛護センター、そして警察に届け出てください。収容されてから1週間から2週間で殺処分に回されてしまうというケースが多いんです。マイクロチップを埋め込んでおくと首輪がちぎれても大丈夫です。今治市国部桜井動物クリニックは猫ワンを応援しています。屋外用のピクニックとかに乗って折りたたんで持っていけるやつなんですけど、まあもともと持ってて、で しまってたんです。でここにトイレ置いてドーム型やったからもうこの上は何もなかった状態だったんですけど、まず机を設置して、で下にトイレ、下の空間も使いましょうと。で上に、ここからあの上に上がれるように猫高いとこ上がりたいんじゃないかなと思って、本箱の上に上がるためにわざとこのちょっと小ぶりな本箱を設置しまして、ここに上がる上がる上がるであの上まで行けるように、はい、あのキャットタワーの代わりじゃないですけど、で上にはあのタオルも、敷いてまして、まあ、帰ってきて扉を開けたら大体2人ともこの上にいます、はい、2人でこう寄り添うような形で工夫がいっぱいの猫部屋。猫部屋に2人が寝させてもらっているという感じでしょうか。これはあ、これ、はい、これはですね、これもあの100円ショップで材料を買ってきて自分で作った、うん、爪研ぎ。あ、全部100円ショップなんですか？全部100円ショップです。爪研ぎタワー。どうして下がこれアクリルになってるの？最初は地べたに、あ、ちなみに、うん、これあのブックエンドなんですよ。ブックエンド、黒い、はいはい、黒いブックエンドに、
爪研ぎも普通にショップで売ってるやつを買ってきて、はいはい、で結束バンドで通してブックエンドにくっつけて、そうですそうです、うん、で止めてるだけなんですけど、うん、想定よりも高さが足りなくて、あソファーの高さが、はいはいはい、で、猫たちも高いところにある方が爪研ぎを結構してくれる しやすそうだったので、かさ上げしなきゃいけないってなって、この透明の箱を持ってきて、この上にちょっと見苦しいんですけどガムテープで留めて、で固定してあげないとやっぱこれがぐらついたり倒れたりするとびっくりしてまた猫ちゃん逃げちゃうので、安定させて、なるほど、そう最初はこのソファーを守るためだったんです、はいはい、この角でやっぱり角で、はい、爪を研ぎたがるので、うん、ここへもう今これ爪が爪研ぎした跡がこれ見受けられますけど、はい、これをカバーするためにどうしたもんかなと。諦めないんですね。私はもう諦めてます、うちのソファーソファーは爪研ぎなんです。僕が諦めない、諦めないんだ。そうですね、あのテレビの前の人に向かって諦めないでと一言どうぞ。諦めないでよくわかんないですけど使ってくれてますか？使ってくれてますね。この黒猫のリリの方はもう設置してすぐに使ってくれたんですけど、嬉しい。さっきの8割のレオン君はビビリーなので、うん、設置して半年1年頃忘れた頃にレオンも使い始めまして、今は使ってくれてます。CM の後はフードを見せてもらいます。飼い主のいない猫に餌を与えるだけでは猫を救っていることにはなりません。餌を与えて栄養状態が良くなれば不幸な子猫が多数生まれます。不妊去勢手術を考えましょう。手術をすることで多くの病気を防ぐことにつながります。伊予郡戸部町リバーサイドショッピングセンター内、戸部ペットクリニックは猫ワンを応援しています。ご飯もちょっとだけ、リリちゃんとレオン君のご飯のお皿は台の上に乗っていますね。お菓子いただいた時のお菓子箱とかなんかの箱でかさ上げしてあげて、最初は結構低いところで食べてると、うん、ものすごくこう下向いて食べにくそうだったので、うん、高さを少し出してあげて、はい、はい、その方が良さそうですか？そうですね、食べやすそうな感じですね。もうちょっと高くても本当はいいのかもしれないんですけど、今、うん、頃合いの箱がちょっとなくて、はい、またお菓子待ってますっていう感じですねそうですねご飯はこんな感じで、はい、これあのロイヤルカナンのユリナリーとエイジングってやつなんですけど、男の子なのでその尿道が長い分石が詰まっちゃうと、猫はすぐもうあの尿毒症って言って腎臓が悪くなるのが早いので、それでやっぱ石ができやすい体質の子だったらその食事から変えた方がいいと言われまして、でまあ、リリもエコーをしたら女の子なんだけどやっぱりあの石が見えるので、2人ともユリナリーっていう石を作りにくくするお食事を食べた方がいいって言われまして、このお食事を勧められて食べてます。レオンくん、リリちゃん、いろんな工夫をしてもらって幸せそうでした。いつまでも仲良くね。猫ワンを応援しています。猫ワン、ペットは飼い主さんだけが頼りです。飼う前には最後まで責任が取れるかしっかり考えましょう。年を取って介護が必要になっても息を引き取るまで愛情を持って飼いましょう。旧国道196号沿い、伊予北条駅より車で3分、
松山市北条辻松山北条動物クリニックは猫ワンを応援しています。ここで一息、投稿コーナー。松山市の藤田さん家の柴犬いちくん、バスルームが似合うダンディーなイケメンくんだぜ。チャトラの兄くんは弟分、いちくんのおててを匂います。じゃあおてて臭い？こちらは藤田家の妹分あさりちゃん、猫用のお布団を買ってもらいました。でも人用の方がいいよね、お兄ちゃん。いちくんの後ろ姿はどことなくおじさんっぽい、いや可愛いですね。あさりちゃんの特技は二度寝です。犬と猫みんな仲良しの藤田家のメンバーでした。犬や猫、フェレット、ウサギ、ハムスター、小鳥など心配事は何でもご相談ください。一緒に解決していきましょう。一色動物病院。ヤマト動物病院も猫ワンを応援しています。猫ワン、ペットは飼い主さんだけが頼りです。飼う前には最後まで責任が取れるかしっかり考えましょう。年を取って介護が必要になっても息を引き取るまで愛情を持って飼いましょう。旧国道196号沿い、伊予北条駅より車で3分、松山市北条辻松山北条動物クリニックは猫ワンを応援しています。松山市末広町にただいま保護猫カフェを準備中という噂を聞いてやってきました。こんにちは。もしかしてここは、もしかしてここは例のお噂のとこでしょうか。お邪魔します。すごい。ここが今絶賛準備中の保護猫カフェニャコット。すごい古民家ですね。梁とかお邪魔します。ありがとうございます。どうぞ。お邪魔します。はい、来てください。足元気をつけて。これは気をつけないとこれは土足でいいんですか？土足で OK です。失礼します。おお、これ今どういう段階なんでしょうか？これは今既存 の床を剥いで、はい、で新しく貼るためフローリングを貼るための下準備をして、で、まあ、上からやったって感じですね。上から、はい、普通に天井があったんですけど、これはもう全部落としちゃったら、うん、まあ、小屋組が昔の建築で面白かったので、はい、まあどうせだったらこれを生かそうかということになって、はいはい、この漆喰も塗ったんですか？はい、塗りました。調合も自分で。ボランティアさんを中心にコツコツ手作りで改築されている保護猫カフェニャコット。Thank you.
そうですね、今は一通りその無駄なものを取っ払って解体して、で壁をきれいに塗って、じゃあ次はロフトを作るべく床と階段とを調整中です、うん、この家にしようと思ったのは理由があるんですか？長年動物愛護活動をされている方のご実家で、ご縁があって声をかけていただきます。去年の10月ぐらいから保護猫カフェやりたいなって言ってたら、その方から使っていいよっていうことで年末ぐらいに、はい、決まって、でじゃあということで、はい、思い切ってリフォームさせていただいてます。なんで保護猫カフェをしたいなと思ってます？そうですね、本当愛媛県ってすごい悲しいんですけど、動物たちの殺処分数がワースト1なんですね。でワースト1じゃない時も2とか3とかなので、やはりその譲渡率の低さっていうのが非常に問題になってます。一般市民の皆さんに保護猫の存在を広く知ってもらうためにも、ゆっくりその猫一匹一匹とね、ゆっくり触れ合ってもらって、性格とか理解してもらって、新しい家族に迎えてもらいたいなと思って、はい、目指しています。理想は5月中に5月中に工事を終えて、6月は慣らし保育猫ちゃんたちの慣らし保育をして、7月に一般オープンできたらいいなと思ってるんですけど、多分伸びて8月ぐらいになるんじゃないかなと思っております。オープンをお楽しみに。ただいま。お家古くなっちゃったね。そうだ、ちょっと待っててね。なんだこの行列。猫は松山市山越6丁目のトリミングドッグディーバです。あなたのアイドルを素敵に輝かせます。心を込めてトリミングいたしますので、どうぞお気軽にお問い合わせください。待ってます。猫は寒い日や雨の日、車のエンジンルームに猫が入っていることが、そのままエンジンをかけると車も猫も大変な事態になります。ボンネットを叩いてチェックだけだと大きな音に驚いて猫は身を固めてさらに隠れてしまいます。ボンネットを開けて猫がいないかチェック、同時にウィンドウォッシャー液やブレーキ液、バッテリー液やエンジンオイルなどの量のチェックもできますね。ほんの30秒の手間で車も小さな命も守れます。これでよし。国道56号沿い伊予郡正木町神村動物病院は猫ワンを応援しています。猫ワン、そろそろお別れだよ。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。また見てね。